こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画は僕の数ある YouTube 動画の中でもかなり重要度が高い内容になってますので、ぜひ最後までご覧になっていただきたいなと思っています。今回お話しするテーマというのはカラー、色彩についてなんですね。服選びにおいてこの色選びというのはものすごく重要度が高い内容になっています。例えばおしゃれな人はこういう色を選ぶっていうのもありますし、逆におしゃれが苦手な人が選びがちな色っていうのもありますので、この色彩についての全体像というのをまずは皆さんに理解していただきたいなと思っています。結構誤解されているのがですね、おしゃれな人はたくさんの色を使うというところなんですね。ビビッドなカラーですとか綺麗な色をふんだんに使う方がおしゃれだなというイメージを持っている方もいると思うんですが、実はですね、センスがいい人でもよく使う色っていうのは限られているんですね。例えば僕がベーシックカラーと呼んでいるもので、ネイビーですとかグレーですとかブラック、ホワイト、ブルー、このあたりの色だけで全身をコーディネートしている人ってすごく多いですね。本当にモノトーンだけでファッションを構成しているおしゃれな人もすごく多いぐらいなので、実はこうビビッドな色だとか華やかな色を使わないっていうおしゃれな方は多いんですね。ですのでまずはベース、レベル1としては男性に必要な、先ほどお伝えしたネイビー、グレー、ブラック、ホワイト、ブルー、このあたりからしっかりと揃えていくことが大事かなと思っています。このレベル1があって、その次のレベル2の位置にあるのが、例えばベージュだとかカーキだとかブラウンのようなちょっとやぼった色なんですけども、使えるとクロートっぽく見える色なんですね。このようなちょっと難易度が高い色が使いこなせるようになると、よりおしゃれに見せることができるのかなと思っています。そしてそのさらに上のステップとして存在するのがアクセントカラーと呼ばれるようなもので、例えば赤だとかロイヤルブルーだとかパープルだとか淡いピンクだとか、このようなビビッドなカラーだとか華やかなカラーというのを着こなしの中に取り入れられると、自分らしさだとか個性というものを表現することができるのかなと思っています。ただこのレベル3っていうのはマストではなくて、好きな人が取り入れればいいと思うし、別に使わないっていうのも全然ありだと思うんですね。一番大切なのはベースの色をしっかりと使いこなすこと、それにマンネリを感じたらその一つ上のステップも取り入れて着こなしの幅を広げということですね。このレベル1、2ぐらい抑えられれば僕は十分なのかなと思っています。で、僕自身のクローゼットを開いてみても、正直ですね、使う色っていうのは限られていまして、一番多いのがネイビーで、その次はブラックで、その次はホワイトっていう感じですね。だいたいこの3色で全身のコーディネートが完成することが多いですね。僕が今着ているのはネイビーのジャケットですね。そして下には白系の T シャツを着ていて、ボトムスは見えますかね、ブラック系のジーンズを履いてるんですね。このようなベースカラーだけで着こなしは整ってしまいますので、ここの部分を大切にしていただきたいなと思うんですね。で、失敗しがちな方っていうのは、例えばアクセントカラーをたくさん使いすぎていたりするんですね。例えば赤いダウンを着ていたりですとか、緑の服を着ていたりですとか、こういう鮮やかな色で全身をコーディネートすると間違いなくファッションで失敗しますね。ですのでアクセントカラーっていうのはかなり難易度が高いと思ってもらって、取り入れるとしてもだいぶ先なんだよということを理解していただくと良いかなと思います。あとはベージュだとかブラウンだとかカーキっていう色も、これも簡単じゃないということを頭の中に入れておいていただきたいんですね。こういった色をよく使っている方もいるんですが、色が曖昧なのですごくやぼったく見えてしまうんですね。ですのでまず使うべきというのはベースのカラーなんですよ。ネイビーですとかグレー、ブラック、ホワイト、ブルー、このあたりに集中して色選びを行ってもらうと失敗はないのかなと思いますので、ぜひこちらを理解しながら今後の服選びに活用していただきたいなと思っています。次の動画ではまずはベーシックカラー、どんなものがあるのか、そしてそれをどのようにアイテム選びに生かしていくのかということをお話したいと思っていますので、ぜひこちらの動画の次に続けて見ていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。